おいで、そっから出てきてみ。噛まれそうだこれ。うん、もう今頭の中コオロギとしかなく、出れる？寝てたからね。減ってないみたいだね。お、食べた。多分寝ぼけてて今見えないと思う。寝てたからか。そう、ずっと寝てたもんね、うん、気持ちよさそうに寝てましたね今日は。これ3匹目ですね、あと4匹目。5匹目入れるか。うん、まあ、いつも5匹食べてもんね。うん、余裕の5匹。余裕ね。わかんないもんね、これオスかメスってまだ。でも食べっぷりオスっぽいんだよな、どうなんだろう。どんどん食べちゃうもんね。まあ5匹にしとくか、いつも5匹で満腹だもんね。あとは任せよ、あとはペットショップの方に。ポテ食べない？あなた、ポテ、ポテ、ペットショップに食べさせてくれるかな。うん、大丈夫だよ、食べさせてくれるよね。うん、温まった、帰ろう。うん、温まった。触ってんの？うん、温めてたんだよ。あ、あったかい、ちょうどやんべ。はいはい、OK OK、帰ろう。ここに貼りますか。そうですね、下の方がいいよね、やっぱりね。あ、そっか、そうだね、うん、遊んでる子は。今ね、何やってるかというと、そう、ゴールデンウィークね、福島に行って、その5日間もういないから家に。留守。留守ですね。で、それでなんか、まあ、連れてくのもね、揺れで酔っちゃったり元気なくなったら嫌だから、もうホテルに預けます、ペットホテルに。でも今の時代はそうなっていいよね。逆になかったら連れて行かないといけなかった。え、でもめっちゃ寂しいけどね。なんかさ、やっとポア慣れてくれたからさ、すごい不安。ホテ食べる？
さ、出てきた？顔だけ出てるから、これ見せたら来るかな。ポテ？ポテ？ポテ食べる？コオロギ。食べるか？出てきたね。なんかほら、食べたかったらいつも出るじゃん。もしかしたら食べれるかもだね、ポテ。ポテちゃんと食べないとダメだよ。あ、ポテ餌だよ、ポテ。食べた？食べた、よかった。よかった。そう、ずっとね、餌つくにあっても食べてくれなくて、大丈夫なのかな、なんか体調悪いのかって心配だったけど、食べた、よかった。大人だからね。そう、大人だから、その2日、うん、食べなくても生きるっていうからね。うん、で、赤ちゃんは食べさせないと、成長が、ね、しなくなっちゃうから。ポテ、2匹いける？いるって餌だよ。いやだ、ポテ食べない。こっち向かないで悲しくなる。ポテ？いけるかな？めっちゃ元気。これ見るの？これなんか手出すの。一回下げるよ。うん。あれ？あれ？ちょっと。ポア、おいで。ポア。日本で持てばいいのかな。このままでいいんじゃない。こう？うん、全体的に。あっち向いて。ちょっと。じゃあこれちょっとどかすか。あ、そうやね。入れないとだもんね。うん。いくよ。頑張って。やっぱりだ。ペットショップで触った時と一緒だ。簡単に触れた。食べないでね、ちょっと怖いわ。ちょっとちっちゃいね。うん、軽い。え、こんな触って嫌がんないものなの？ポテさ、すぐピクってなるよね。うん、やっぱ慣れてきたんじゃない？ちょうど2週間。うん、ツンツン。あれ、言わない。足ツンツンしてるのに。どうぞ。行くかい？あ、離れて。離れて。
あ、誰だ。あとはポテか。大丈夫だよ。これ水さ、水取っていかないといけないね。おとなしくてあんまり嫌がんなくて全然違う。最強だな。痛い。まあ痛い。ねえあなた。一番痛い。一番痛いとこ。待ってマジで一番痛いとこ。泣いていいんだよ。泣いていいんだよ。頑張りましょう。これ蓋もうあと45分で店終わっちゃう。ポワがな大変なんだよな。これポテだよ。じゃあポテ、ポテが大変なんだよな。暴れるから。いくよ。自分から出てくるかな。大変そうな。うん。ポテ。ちょっとこっちに。ポテ、おいで。ポテ。入るかこれ。ちっちゃいね。きつ。やっぱこっちの方が大きいのかな。なんかね。なんかどう思う？これ幅的にこっ、あ、本当だね。逆にしよう。逆にしようなんかやっぱこっちの方が、だってもっとポテここに入ってたんだよ、うん、揺れるわごめんね。これを入れて、どうぞ。待て、おいで。あ、来た来た。おいで。ちょっと怖いか今。あ、いい体勢。斜め。蹴らないでね。あれ、ね、怖がってない。あ、本当だ。怖がってない。全然大丈夫だ。覚悟とか言って大丈夫だよ。ポテ、びっくりしてえ？って顔してる。誰誰この人とか言って、あ、これ大丈夫。こうやったらいいのか。じゃあこうで、温度計をこっちとか、温度計を、無理じゃん。あ、いける？入った。あ、入った。これをこうやって、これをこうで、プリン。あ、入った。なんか寂しい、泣きそう。この子たちのね、安全のために預けますから。泣いてます。持っていきますか。預かってもらいましょう。ねえユウポ、寂しい。寒い。
と取れないじゃんこれ。ちょっとこれタオル。ありがとう。あなたの涙じゃないわよ。ここに。なんだよ。マジで行かないと。今日の明日の朝いない？あ、いる。いるわ。終わったポテ。ではね、ペットホテル行ってきます。お別れです。行ってきます。はい、ということでポテトプア預けてきました。謎にポテが寝てたことにびっくりしました。ユーポンです。ポーはね、結構ね興奮してたね。びっくりしちゃって、なんだここはっつって。でもまあね、そのやっぱりポアは赤ちゃんだから、このなんていうの、そのゲージは一緒です。まんまもうそのまま持ってったから一緒です、もう赤ちゃんなんで。でもポテだけがゲージちょっと違うから大丈夫かなって、なったらシェルターがないから大丈夫なのかなっていうのと少し心配ですが、まあでもそのままで新幹線とかで持ってくよりかは全然マシだと思うので、これでいいのかなと思います、うんうん、ではね、ご視聴いただきありがとうございました。ミニチャンネルの方もチャンネル登録よろしくお願いいたします。おつぽん。